成田国際空港、香港国際空港、ニューヨーク港、上屋の一例神戸税関庁舎へ土器の長崎でえじまず、和湖世界税関機構 FTA 世界図日本において、通関士とは、通関業者が通関業務を適正に行うために設置が義務付けられているもの。輸出入されている物品の輸出入者が、通関手続きを通関業者に依頼をした際に、通関手続きの代理代行並びに、 税関への申請をする場合、通関業者は税関へ提出する書類を通関誌に審査させることが必要である。通関士となるためには、通関士試験に合格する必要があり、この合格を財務省管轄の国家資格として扱われるが、厳密には通関士とは、通関士試験に合格の資格を持ち税関から通関士の確認を受けて勤務しているものを指す。 通関士は貿易業界の税理士、行政書士のような役割がある。しかしながら、他人の依頼により、貨物の輸出入申告手続きを行うことができるのは、通関業者であって通関士は、通関業者が置かなければいけない、資格職である。通関士が税理士や公認会計士のように独立会業するのは限りなく、不可能に近い。可能性があるとすれば、 個人で通関業者となるしかないがこれは非常に困難である。通関士として勤務するには通関業の許可を受けた通関業者に勤務し財務大臣による確認を受けることを要件とする。通関部門を自社に持つメーカー等の場合、自社の貨物の通関業務に通関士試験合格者を雇用しても通関業者ではないため通関士の確認を受けることはできない。 商社や銀行に勤務する際には、就職する上でのアピールポイントになるが、通関士として勤務することはない。しかし、貿易業界での唯一の国家資格ということから、資格を取得だけして勤務している人は、多々いる。通関業者の各営業所に、通関の専門家として設置し、通関書類の審査等を行い、通関業務の適正な運営を図り、通関手続きの、 適正かつ迅速な実施を確保することである。例年7月1日に通関詩試,試験の広告が官報で行われ、税関ホームページにも通関詩試,試験の広告が掲載される。8月上旬から8月中旬と申し込み可能期間が短いことに注意を要する。申し込み方法には直接足を運び税関で書類申請する。 申し込み書類を郵送で請求し返送する NACCS によるネット申請をするというものがある。以前は10月の中旬頃であったが、最近は10月の第1日曜日が多い。しかし2018年の第52回通関誌試験は第2日曜日の10月14日に実施された。第1日曜日が7日となる場合、翌日が体育の日となり、 三連休の中日を避けている可能性があるが日時の決定について理由の公表はないので推測しかできない時間についてはいかに参照試験は年一回10月上旬か中旬の日曜日に全国13カ所で実施している例えば東京税関管轄の受験であれば東京会場と新潟会場があり前者は近年 東京大学駒場キャンパスである。会場は毎年借りることになるため、年によって異なることがある。合格者の発表は、同年の11月下旬に官報で受験番号と名前が広告される。また、インターネット官報で合格発表日の8時30分過ぎに閲覧することができる。税関ホームページにて閲覧できるのは10時過ぎである。受験した税関の 各館所にも合格者の受験番号が提示される。さらに合格者のみに受験した税関から合格証書が合格発表日に送付されることになっている。2006年10月1日実施の第40回試験より回答形式が大幅に変更され、全問マークシート方式となった。通関実務においては、携帯用電子計算機の持ち込みが指示されている。 電卓の内打ち打つが気になる場合には、耳栓の持ち込みも可能であるが、事前に試験監督官に申し出る必要がある。通関誌試験対策においては、独学による場合と、スクールや予備校に通う場合、通信講座を受講する場合がある。2003年以降の試験について、税関 HP において、科目免除別の受験者数が公表されているので、それによった、 科目免除別の合格者は、受験番号が1000番台は2科目免除、2000番台は1科目免除であるため、公表されている合格者名簿から算出できる。2019年以降のの試験発表においては、税関 HP 自体に、科目免除別の合格者数等のデータが、男女別で詳細に公表されている。通関試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、 通関士となる資格を有する。通関士でない者は何人も通関士という名称を使用してはならない。通関業務とは通関業者が他人の依頼によってする以下の事務である。通関業者の独占業務とも言われている。通関業者は通関士を営業所に設置する場合には、その営業所から税関関所に提出する通関書類のうち所定のものについては、 通関士に審査を行わせ、かつ、記名応印をさせなければならない。通関士の設置とは、その通関業者において、専任となる通関士を社内に置くということであり、通関業者において、直接雇用することとは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は、自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする。 不分率があったようだが、現在は、契約社員、出向者、派遣労働者等直接の雇用関係にない、人間でも、専任の通関士として、職務を行えるものならば、それでも構わない、ということになっている。通関業法の規定により、通関業を営もうとする者が、一般的な通関業者としての許可を得るためには、通常は通関士を設置することが条件となる。 同法により他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は設置した通関紙に通関書類の審査をさせることが規定されているためである通関業者の許可の条件として取扱い貨物を一部の貨物に限定されている場合を除き通関紙の設置は必須である貨物限定で通関士の設置を要しない条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は 通関士の設置は可能である。ただしその場合でも財務大臣による通関士の確認は必要となる。2017年10月8日施行の改正までは通関士の設置を要する場所は政令で規定する場所に限定されておりその場所以外に限り通関業務を行う条件とした場合は通関士の設置を要しなかったがこれは廃止された。現在では 貨物限定のみとなっている。なお、改正法施行時点で、地域限定の条件で通関紙を設置していなかった、通関業者には5年間の設置の猶予期間がある。通関業者が通関紙試験の合格者を実写における通関紙とするためには、財務大臣による確認が必要である。通関業者は通関紙を登録するための確認申請を税関関所に対して行う。 通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り、当次の自由により通関士の資格は喪失する。つまり通関士として通関業務に従事する資格を失うことである。日本の通関士に近い位置づけの資格として、韓国には関税士、中国には法石員カナダには サーティファイドカストムズスペシャリストという資格が存在する。中国の宝石印資格は更新制を取っていたが、2014年より宝石印資格全国統一試験が廃止され、宝石印資格制度は終了した。ありがとうございます。